勝負をするのは私とこの男。以前どこかでまさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいたと油断してたぜ。なすよ、そうよ、俺にお二人のやり取りを話すわけですから、勝負に綺麗なさらいはありませんよ。死になつかない。負けたくないという気持ちが大切にするですよ。そのゲームですか。来ますよ。なるほど。近いでそばにいるだけで意味もありません。どうですか、このじらしは。アイスクリームのつもりですか。もうどうもやってしまいなさい。もったいせず。少しはやるようです。強さは一切なし、はい、という気持ちのみ攻撃ですよ。相手を徹底的に痛めつけ、なんだと。いい予想です。かえてそばにいるだけは意味もありません。負けたくないという気持ちが熱苦しいですよ。誰だと思う。生きとけ。なかなかのスピードですね。勝負に勝負にいかないでありませんよ。負けたくないという気持ちが熱苦しいですよ。誰だと思う。この程度で配っていて旗が消えていますよ。余裕があるからこその均衡を決めた面倒ですね。まだまだいかぶり足りません。筋力は悪くありません。ここからさらに追い詰めるというか、アピールご主人この程度で配っていて旗が消えていますよ。なかなかのスピードですね。叫んじゃねえぞ。力の出しを信用しているわけではないようですが、勝負に綺麗もつかないもありませんね。力の出しを信用しているわけではないようですね。かえってそばにいるだけでは意味がありませんからね。少しはやるようです。黙れクリーガー。その調子。負けたくないという気持ちが熱くしいですよ。たんと思うよ。この手を私の一撃で終わらせますよね。思いのほか綺麗に入ったようですよ。それも二人のやり方そういうわけです。いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。生き残らず一回戦は解散ぞ。よし、こんなに死になさい。派手に吹っ飛びましたね。虫けらが黙れクリーガー。いいですよ。この手私なら一撃で終わらせますよね。相手は対応できないようです。さっさ倒すとすればいい。一人倒すだけでこのざまと先が思いやられますよ。俺がてめえの正体か。いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。壮絶な人、ご苦労様でした。私には立ち上がりのない。そうですね。少しはやりようです。全然いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。二人揃って死に損ないですか。無様ですね。何だと。このまま共倒れしても構わないのですよ。行くぞ。こっちだ。二人揃って死に損ないですか。来るが立て直す。ほら、あと一撃で決められますよ。さっさと終わらせなさい。行くぞ。このまま共倒れしても構わないのですよ。あれを使うしかあるのか。あなたがどうなろうと知ったことではありません。
邪魔者は排除した。Android 16!